今のはカオスの力だよね。カオスの力が溢れ出ようとしている。封印を死な。うわあ！今どうしたの？今！一体。何が起こっておるのだ。間に合いませんでしたか。間に合わなかっただと？どういう意味だ。話は後にしろ。でもマキはどうするの？あの巻を動かすことはできません。それにもはや手遅れでしょう。そんなことない。お兄ちゃんなら大丈夫よ。絶対に大丈夫なんだから。リエル、落ち着け。今はこの場を離れるのが先決だ。ゲオルグ、イーバを頼む。ジュードとイグニスはグレイよ。わかった。なんだ。よくわからないが、こいつはまずいぞ。グレイ様からカオスの力が溢れてます。こんなところでカオスの力が溢れたら、冗談にしてもきついっての。魔物だらけになるのはな。倒しても倒してもキリがねえ。どんだけいるんだっての。せめてこの二人の意識さえ戻れば。二人のことを言っても始まらないだろう。そうよ、私たちが何とかしないと。だが、この二人をどうにかしなければ、この場を離れることもできんぞ。それでも、やらなければなりません。二人をかばいながらでは、満足に戦うこともできぬというのにか。だったら、どうしろって言うんだ。二人を置いていけっていうのか。なら話は早いな。ここは俺が引き受ける。お前たちは先に行ってくれ。何言い出すんだバカ親父。そうよ、あ
なただけを置いてなんていけないわ。俺には魔気がある。そのおかげで不死身だってこと忘れたか。だからってな。はっきり言ってお前たちは足手まといだ。魔気の持つ本当の力を発揮するにはお前たちが邪魔なんだよ。時間がないんだ。分かったら早く行け。僕はまた同じことを。気にするな。グレイのこと頼んだぜ。ジェイナスさん、すみません。行くぞ。でも ここはジェイナスに任せるんだ。フィオナ様。嫁さんが待ってるのにこんなところでくたばるつもりはない。必ず戻る。俺は女性との約束を破ったことは一度もなかったはずだぜ。ジュード、お前も行け。行ってフィオナたちを守るんだ。くそ、バカ親父、死んだらただじゃおかねえぞ。あんたも行け。あんたには俺の行動が理解できないか。本当はあんたにも分かっているはずさ。分かろうとしていないだけでな。どの程度この場から離れればよいのだ。どこまででもだ。できるだけ時間は稼ぐ。十分離れたら身を隠してくれ。わかった。あとのことは頼んだぞ。次から次へと、ほんとキリがねえな。俺が相手をするのは女性だけって決めてんのにな。ったく、簡単に死ねない体ってのも不便なもんだな。あいつらこんなもんをこれまで背負ってきたのか。情けねえな。今になって気づくなんてのは、死ねないことの辛さってやつに。そろそろ頃合いか。お前らみたいになるかもしれなかったことを考えるとゾッとするが、最後の相手がお前らってのも何かの因縁なのかもしれないな。お前らには最後まで付き合ってもらうぜ。さて、最後に一発派手な花火を打ち上げるとするか。真実はいつも残酷だ。人は真実を恐れるがゆえに
己が信じたいと願う真実を望む。だが、いつかは目を向けなければならない。その時がいつかわからないだけで、必ず訪れるのだから。そう、真実から逃れることは、決してできないのだから。雨か。この状況で意識のない二人を運ぶのは無理だな。今日はここでやり過ごすしかないだろう。見張りは必要だろうが、これまでの様子ならば魔物の心配はせずに済むだろう。私にもわからん。だが、あやつは死んだ。その身を犠牲にして主らを逃がすためにな。ふざけんな。あのバカ親父が死ぬわけないだろう。マキだってあるんだ。親父は死ねない体だ。死ぬわけがない。主がどう考えようと事実は変わらん。そんな、ジェイナス。くそ。他人のために命を捨てるなど愚かな行為でしかない。己の命を犠牲にして何になる。死に意味などない。死ねばそこで終わりなのだからな。だが、まあ死に場所を見つけられたということでは幸せなのかもしれんな。死んで幸せなものか。お前も一度は家族を得たのだろう。それでもわからないというのか。己以外に何も持たぬとは、哀れだな。哀れか。確かに哀れと思われることが哀れよな。人にはそれぞれ生き方というものがある。わしには戦う以外の生き方がない。ただそれだけのこと。だとしても、あんたは仇を討つという目的は果たしたわけだ。家族の仇とな。あの魔物に固執したのは仇を討ちたかったからではない。前にも話したが、あれに負け生き残ったことが許せなかっただけだ。何度聞いても最低な話ね。その言葉も生きている者にしか聞くことはできん。わしが最初の見張りに立とう。主らは先に休むがよい。せっかく拾った命、くだらぬ感傷に浸る暇があるならば休息を取ることだ。そうすれば明日も生き延びられるかもしれぬ。あれ、感じ悪い。まず、ジェイナスは本当に。僕にはわかりませんけれど、あの光の上がった場所は。でも、マ
器を身につけていれば死なないんでしょ。あれはただマキの力を引き出したからああなっただけかもしれないじゃない。ですがあれだけの魔力が放出されればいくらマキを所持していたとしても、いや、あれだけの魔力を放出するために己の命を犠牲にしたと言った方がいいだろう。人前で見せることはありませんでしたが、ジェイナスさんはマキの副作用に苦しんでいました。もし先ほどのことでその苦しみから解放されたのであれば。なこと知るかよ。あいつが勝手に身につけて勝手に苦しんでいただけだろう。なんだよ、いつもカッコつけるばかりで大したこともできないくせに大口叩きやがって、いつまでも俺を子供扱いしやがって。母さんはどうするんだ、俺はどうすればいい。俺の追いつけない場所に逃げやがって、なんで、なんで背中を合わせるばかりでいつも俺の先を行きやがって。あんたに一生追いつけなくなっただろうが。くそー、交代の時間か。イバの意識が戻った。あやつはどうなのだ。グレイはあのままだ。だが一人だけならそれほど手はかからない。雨の中この湿地帯を抜けようというのか。いや、それだけあやつの容態が悪いということか。今まで雨と闇は唯一の味方だと思っていた。今まではな。嫌な雨だ。体の調子はどう？ええ、だいぶ楽になりました。無理はしないでくださいね。私は大丈夫です。それよりグレイを。長くはないかもしれません。その前に、あなたの手は借りません。グレイは私の。私が封じます。覚悟はよろしいですね。はい、私はそのためにあります。いいでしょう。他の二人はいかがですか。リールさんはわかりません。それに彼女のことも。確認をするほどの猶予はありません。この際二人のことは仕方ないでしょう。そうですね。様子はどうだ。手は尽くしているが。
やはり持ちませんでしたか。ですが、ここまでカオスを封じられたことは素直に称賛すべきなのでしょうね。何を言ってるんだ。ようやく目覚めたようだな。どうだ気分は。まだ覚醒しきっていないようだな。なぜという顔をしているぞ。お前は何千年ぶりかの再会ではないか。しかもどちらも人の身にやつしてだ。この劇的な再会を祝おうではないか。どういうことだ。さっきから何を言っている。私としては今のままでもいいのだが、全てを私のものとするためには目覚めてもらわねば都合が悪いのでな。さあ貴様自身を、全てを取り戻せ、カオス。私の封印を解いた。世界は痛みを受け入れる覚悟ができたというのか。この世界はまだ偽り、偽りを捨て真の世界を受け入れるというのか。どういうことだ。真実を知らず私の封印を解いたというのか。ならばまだ時は満ちてはおらぬのだな。今一度私を封印せよ。その剣を用いてな。レニオンがいない以上、お前にしかできぬこと。俺にしかできないことだと。それでは困るのだよ。お前どうした。ファズ、何してんだ。ようやく気づいたか、カオスよ。カオスだと。わけのわからないこと言うなよ。それよりフィオナを離せ。この娘はもともと私のものだ。笑えない冗談はよせよ。俺は今気が立ってんだ。これ以上は付き合えないぞ。フィオナを話しなさい。彼女はあなたのものなどではありません。いや、これは私のものだ。この器は神の、私の肉体となるべく選ばれたのだからな。フィオナが器だと。一体どういうことだ。器はグレーじゃないのか。
器には違いないが、私の器ではない。どういうことか説明してもらおうか。貴様たちに理解できるかどうか怪しいところだが、いいだろう。これまでの働きに少しは報いねばな。その前に、イヴァ、私の力を返してもらうぞ。あなたの力？何を言って。貴様はもう少し持つと思ったのだが、まったく期待外れだな。だが、まあそれも仕方あるまい。貴様は何の取り柄もない、ただの人形なのだからな。私が人形？何を言って。私はどうやら思い出したようだな。自分がただの人形でしかなかったこと。いや、今の表現は適切ではないな。人形は記憶など持たぬからな。だが、単なる人形であったとしてもよかったのかもしれぬな。カオスのそばにいられる限りは。しかし、貴様は捨てられたのだ。そこにいるカオスもな。哀れな貴様を拾ってやったのはこの私だ。私の魔力の受け皿としてだがな。もしやイヴァ様の体調が優れなかったのは。魔物を撃った時、時折見せていたあの表情は。自身の中にある器が満たされていくごとに感じていたことだろう。神の力を受け入れるということがどれほどの苦しみをもたらすか。ただの人形であっても痛みを感じることはできたみたいだからな。お前の望みは何だ。またこの娘を見捨てるのか。まあよい。私の望みは私自身を取り戻すこと。そのためには貴様の協力も必要だからな。だがその前に、この娘の肉体を利用し私の肉体を再生させる。肉体を再生するだと？貴様、何者だ？神に向かって何者とは、万死に値する暴言だな。だがまあ、今の私は機嫌が良い。貴様のことを許しもするし、
その問いにも答えてやろう。我が名はメビウス。時と空間を司る者。メビウスだと？バカな。メビウスは、いや、闇の神はすべて最高神レニオンに封じられたはず。その封印が解かれることなどありえん。封印は解かれておらん。これから解くのだからな。そのために私は力を取り戻し、これから肉体を手に入れるのだ。ありえん。封印が解けるなどありえん。この世にはありえぬことが起きるものだ。大抵のことは我ら神の起こした奇跡によるものだがな。その娘を話せ。ほう、そこの人形は放っておくのに、この娘は気にするのか。この娘に情でも移ったか。それともこの娘にあの女の面影でも見ているのか。この娘の創造主はレニオンだというのにな。貴様は力を取り戻したならば、その娘は必要ないはずだ。いや、私にはこの娘が必要だ。世界にあらんと欲するならば、肉体は必要だ。貴様とは違い、私の肉体は朽ちかけている。世界の一部にされたことによってな。だが私にも慈悲の心というものはある。貴様の一部とサマリルの持つ契約の腕輪を引き渡せば、この娘は解放してやろう。契約の腕輪だと？そうだ。この娘と引き換えならば悪い条件ではあるまい。冗談じゃないわ。サマリルなんて復活させられるわけないでしょ。その方法もわからぬというのに、どのように渡せばよいというのか。ならばこの話は終わりだ。待ちなさい。無駄に命を捨てるつもりか。止めないで。あんなやつ、私一人で十分よ。忠告には素直に耳を傾けるべきだな。人の身で神に立ち向かおうなどせぬことだ。死にたいというのであれば、また話は別だが。メビウスよ、貴様に私の一部を引き渡そう。契約の腕輪も必ず手に入れ、貴様に渡すと約束もしよう。だからその娘に手は出すな。よいな。良い心がけだ。だが私にも都合というものがあるのだよ。せっかく取り戻した力を早く新しい体に定着させねば、これまでの努力も無駄になるというもの。そうだが、私の力がこの娘に馴染むまでには時間がある。それまでの時間を猶予として与えよう。だがそれを超えれば、たとえ契約の腕輪を持ってきたとしても、この娘は戻らん。そのことを忘れるな。いいだろう。受け取れ。私の一部だ。確かに受け取った。私はこの奥の遺跡にいる。あの巻を使い、この娘の肉体と私の力を同化させる。早く戻ることだ。この娘を救いたいのであればな。
グレイ！待て、ファズ！どこ行った？ファスティさんは、いえ、メビウスはこの奥にある遺跡にて待つと言っておりました。ならば、遺跡に向かうか。契約の腕輪を手に入れるのが先だ。グレイ、いや、カオスなのか。そうだ。どこにいるの？グレイはもうこの世界には存在しない。どういうことだ？話は後だ。この娘をイバを運んだ方がよかろう。そうですね。グレイ、いや、カオス、一緒に来てもらうぞ。逃げ出すなよ。何から逃げ出すというのだ。だが、私がそういうことで気が済むのであればいいだろう。貴様たちと共に行くとしよう。ここから一番近い場所は、ニュルレの民の里だな。リシェスの民の里へ運んでいただけませんか？フィオナ様がおられない今、イバ様にはオルディネ様のお力が必要です。里まで行けば転送法人は使える。ならばそう変わりはないか。いいだろう。リシェスの民の里へ向かう。手を貸してくれ。はい。オルディネ様、イバ様をお願いします。安心なさい。優れた癒し手を揃えております。あなた方には準備の手伝いをお願いします。かしこまりました。行くぞ。神の子よ、何時の感じた通り、もはやあの者は存在しない。残念ながらそのようですね。私も残念に思っている。だがこれが現実だ。私も何時らも今この現実で生きていくしかない。そうではないか？はい。私にも何かできることがあるかもしれん。オルディネ様、申し訳ございません。私がついていながら最悪の事態を招いてしまいました。どのような罰でも受けます。ですが
彼女を助けるために今はどうかお力をお貸しください。こうなってしまったのはそなたのせいではありません。そなたはできうる範囲で最善を尽くしてくれました。ですがもう少し早く決断していればこのようなことには。何事もそううまくはいかぬものです。考えた通りにことが運ぶのであれば世界が滅ぶことなどなかったでしょう。そう、誰が知り得ましょう。創造主である神々が自身の肉体を失う事態を招こうなどとは。今カオスと対面し改めて思い知らされました。我らにできることなど何一つなかったのだということを。たとえそなたがカオスの力を秘めようとも所詮人に過ぎません。そなたと森人すべての力をもってしてもカオスを封じられたかどうか。まだ未然に防げることもございます。彼らが納得すると考えているのですか。いえ、おそらくは。それでもなさねばなりません。完全な力を取り戻していない今ならば封じることができるかもしれません。そうかもしれませんね。時間は限られております。それでも今は救える命のために力を尽くす時です。さあ参りましょう。はい。容体はどうだ。だいぶ安定してきました。まだ危険な状態ですが峠は越えたでしょう。そうか。あのジェイナスさんのことは本当に残念です。こんな状況だ。親父のことなんて、死んだ奴のことを考えている余裕はない。正直なところ、いろいろなことがいっぺんに起きてくれたことには感謝したいくらいさ。考えなければならないことがありすぎて、親父のことを考えずに済むからな。あのバカ親父のことは、後でゆっくり考えればいいさ。それよりも、これからどうするか、だろ。お兄ちゃんはどこ？あなたがお兄ちゃんじゃないことくらい分かってるんだから。お兄ちゃんをどうしたのか答えなさい。その答えによっては。私を切るか？そうよ。さあ答えなさい。答えを聞いてどうする？汝はすでに答えを知っているはずだ。もう一度聞くわ。お兄ちゃんはどこ？お兄ちゃんに何をしたの？グレイはもはやこの世界には存在しない。嘘よ！本当のことを言いなさい！自身で描いた偽りの世界などもろく儚いものだ。現実を受け入れよ。私こそグレイであり、グレイなどというものはそもそも存在などしていなかったということ。そんなことない！嘘よ！絶対に嘘よ！お兄ちゃんがいないなんて、お兄ちゃんはあんたなんかじゃない！お兄ちゃんはあんたみたいな目で私や他の人を見たりしない！リール、そこまでだ。お前にも分かっているはずだ。いや、お前だからこそ分かるはずだ。グレイはもういないのだ。そんなこと、そんなこと絶対にない！お兄ちゃんは、お兄ちゃんは。まさか自分の創造主に会えるとは思ってもみなかった。
嬉しくもないし、感謝するつもりもないけどな。あんたがカオスだっていうのは信じたくはないが、事実だろう。だが、そもそもグレイが存在しなかったとはどういうことだ。正確には存在したのかもしれん。だがグレイは私であり、私はグレイでもあった。あやつの中に封印されていたわけではなく、グレイは主そのものであったということか。魂の器、器とはつまりお前自身ということか。一つの器に二つの魂を収めることはできん。私は封印を解かれたあの時、メビウスの手によりある器に封じ込められた。我ら神の手により作られし命、神の力と意志を受け継ぎし者、私を治めるにふさわしい肉体という器に。まさかシュバルツの親父さんは。メビウスの手にかかり死んだ。そしてメビウスは魂の失われた肉体を器とし、私をその器へと封じた。バイスという偽りの人格を植え付けてな。だがシュバルツはどうなんだ。シュバルツは確かに存在した。シュバルツが存在したならばグレイも存在するはずだ。ある意味では二人は存在した。しかしバイスだけではなく、シュバルツもグレイも間違いなく私なのだ。イバ様が行っていたのは力を封印するための術ではなく、あなたそのものを転生させるものだったのですね。私は封印を解かれたあの時から私として存在した。ただメビウスの施した呪により記憶を封じられ、私の影ともいえる別の人格が生まれた。それがシュバルツやグレイ。そのことをイバが知っているはず、あるわけないよな。もっともバイスの人格もシュバルツの人格もグレイの人格も私とは別の人格であることには間違いない。そういった意味では彼らは私ではないとも言えよう。だが私が覚醒した今、彼らの存在はこの世界から失われた。私も同じ気持ちだ。彼らは間違いなく私の友だった。種明かしはこの辺でよかろう。事実が変わらぬのであれば、それを知ったところで何も変わりはせんのだからな。それよりもこれからどうするつもりだ。メビウスとの約束を果たす。だがその前にイヴァの回復を待つ。フィオナはどうするんだ。
その程度の猶予はある。なるほど、神ってのは何でもお見通しってわけか。イバの回復を待つのは賛成だが、下手なことをしてみろ、かけらも残らなくなるまであんたのことを打ち続けてやる。たとえ神でも二度と蘇れないようにな。好きにしろ。ああ、好きにさせてもらうさ。気づいたようだな。俺のことはわかるか？あなたのことですか？柔道、そのような愚問、二度と私に問わないことです。どうやら、もう心配はないようだな。私は…まだ無理をされてはいけません。肉体の内部に損傷を負っていたのです。それも普通の方であれば命を落としてもおかしくないほどの重傷だったのですよ。大丈夫か？あなたはグレーではありませんね。この感覚はどこかで。お前にはすまないことをした。あの時も、そして今この時も、本当にすまなかった。カオス様、そんな、なぜカオス様がここに？これは夢なのですか？あの時、お前を返すべきではなかった。そうすれば、いや、神であろうと時を戻すことはできない。だがやはり、あの時、この手で全てを終わらせるべきだったのだ。私の愚かさゆえに、お前をもてあそぶことになってしまった。許してくれ。そんな、私には、もったいないお言葉。私はあなた様にお会いできただけで幸せです。どうですか、お体の具合は？あなた方が私のことを。みんなあなたのために一睡もしないで看病していたんだから。気にすることはない。あんたは俺たちの仲間だからな。仲間？友とも言うか。この場合は戦友がしっくりくるかもしれないが。私が？あんたは認めたくないかもしれないし、正直あんたのことは好きになれないが、それでも俺たちはお互いの命を預けられる友だ。でなけりゃとっくに死んでいただろうな。ですが、私は。まずは回復されてからです。今はゆっくりお休みください。森人の王さよ、イバを頼む。どちらへ向かわれるおつもりですか？カリカイ火山へ。話は伺っております。サマリルの所持する契約の腕輪を手に入れにですか？考え直していただくことはできませんか？他に手はない。そうですか。本当に残念です。あなたでしたら
サマリルの封印を解くことも可能でしょう。たとえ本来持つ力を取り戻せていない今の状態でも。わかりました。彼女のことは私どもが引き受けましょう。行くのか。お前たちはついてくる必要はない。これは私とメビウスの問題だ。確かにそうだ。俺たちには関係ない。けどな、フィオナは俺たちの仲間だ。仲間は見捨てられない。もしここでフィオナを助けられなかったら、あの世で親父に合わせる顔がない。いや、親父にだけじゃない、シュバルツにもグレーにもな。好きにするがいい。カオス様。イヴァ、お前はここで休んでいろ。後で迎えに来る。本当ですか？約束しよう。だから今は休め。はい。俺は止められたって行くぜ。お前たちはどうするんだ？私は。ナナオスが復活させようとしていたサマリルはどんなものか興味がある。世界を崩壊させた魔王か。どれほどのものか手合わせしたいものだ。お父様、私は行きます。行ってお兄ちゃんを取り戻してみせる。私は森人である前にこの子の父であり、一人の人です。オルディネ様、お許しください。私は皆と共に参ります。ソフィア、オルディネ様を頼む。お兄様。さあ行くぞ。ソフィア、本当に良いのですか？はい、私は森人としての役目を果たします。後のことはお願いいたします。お待ちください。お前は来ないものと思っていたが。やはりあなたを行かせるわけには参りません。サマリルを復活させることはできても、今のあなたにその手綱を扱えるとは思えません。ならば止めてみろ。お前に撃たれるようであれば、それまでのこと。元よりそのつもりです。俺だってサマリルを復活させたくはない。話を聞くだけで十分だ。神に喧嘩を吹っかけて世界を滅ぼそうとした奴と関わり合いになんてなりたくはないさ。だがフィオナはどうする？このままだとフィオナは助からない。それは仕方ありません。フィオナ様も事情を知ればきっと納得していただけます。勝手に決めつけるな。誰だって生きていたいんだ。その望みがあればな。他人から見れば醜く映るかもしれないが、そんなことは関係ない。どうするか決めるのは自分自身だ。
他の誰かじゃない。所詮人は神の足元であがきもがく定め、今さら綺麗事を並べたところで繕うことはできぬだろう。そうですね。私は守人として、神より世界を託された一族に生まれた者として、サマリムの復活だけは何としても阻止せねばなりません。皆様がサマリルを復活させようとするのであれば、私が止めます。お父様、どうしよう。ソフィアは本気だ。やらねばやられる。覚悟を決めろ。でも、やるしかないだろう。ソフィアは守護獣まで引っ張り出してきてるんだ。とはいえ、ソフィアは傷つけるなよ。守護獣だけ倒すんだ。倒した後、どうするの？倒した後は…知るか！説得でも何でも、とにかくやってみるしかないだろう！まだ邪魔をするつもりか。なぜ私を殺さないのですか？その必要もあるまい。私の姓ある限り、あなたの前に立ちはだかります。だからどうした？お前の存在がどれほどの脅威となろう。ソフィア、お前の負けだ。里へ戻り、これまで通りオルディネ様にお仕えするのだ。サマリルのことは私たちに任せてくれ。お兄様、それはできません。たとえこの命が尽きようとも、サマリルは、カオスは封じなければならないのです。分かっている。私もお前と同じ思いだ。私は貴様を信用してはいない。貴様が私たちを信じていないようにな。フィオナを助けるため、そしてメビウスを封じるため、行動を共にするだけだ。サマリルを撃ち、メビウスを封印する。その次は貴様の番だ、カオス。この際利用できるものは何でも利用させてもらうさ。なんてったって相手は神なんだからな。だが忘れるな、俺はグレイのことを諦めたわけじゃない。あんたの言うことを鵜呑みにするほど人はできちゃいないんでね。はっきり言ってやればいい。相当なひねくれ者だってな。そういうお前も相当な物好きだけどな。私はお父様の娘だもの。守人の務めを果たし、あなたから必ずお兄ちゃんを取り戻してみせる。長生きはしてみるものだ。神と共に戦い、神と結び合う。これほど愉快な経験をできようとはな。私も共に参ります。あなたを封じるために。好きにすればいい。カオス様、私もお連れください。体は大丈夫なのか？あの程度どうということはありません。お前の力はメビウスに奪われたのだろう。傷が癒えたとしても役に立つか怪しいものだな。奪われたのはメビウスの力のみ。私の持つ力は私のものです。誰にも奪うことはできません。
塩らしかったのはほんの一時か。まあ今のあんたの方がらしいけどな。ジュード、ジェイナスのことは聞きました。残念です。ジェイナスは良き友でした。あんたがそんなことを言うなんてな、あの世の親父が聞いたら死ぬほど驚くだろうな。実際のところ試してみる価値はあるかもしれない。あの世ってところで死んだらどうなるか、もしかしたらこっちの世界に戻ってこれるかもしれないだろう。もし私の目の前に現れたら、愚かな行動を取ったこと後悔させてあげましょう。あんた変わったな。私は変わってなどおりません。ただそうですね、もし私が変わったとすれば、その責任はあなた方にあります。そういう身勝手なところは変わってないな。あなたにお兄ちゃんは渡さないから。グレーが誰を選ぶのか私の知るところではありません。グレーが決めることです。そう、あなたに自信があれば何も心配することなどないのではありませんか。カオス様、私もご一緒させてください。必ずお役に立ってみせます。いいだろう、共に来るがよい。ありがとうございます。余計な時間を取ってしまった。急ぐぞ。はい。私は諦めません。可能性がある限り。そうだな。どうすればいいかはわからないが、何事にも解決策はあるものだ。やれるだけのことをしてみるのもいいだろう。私は信じてるから、お兄ちゃんは必ず戻ってくるって。ならばもがいてみようではないか。神の足元でな。その前にまずはオードブルから行ってみるか。